将来こうなっていきたいなとか、そういうの、なんかイメージあるんですか？そうですね。でも、もともとこの世界に入ったきっかけが、ティーン雑誌のモデルさんになりたくて入ったんですよ、もともと。バラエティの印象がかなり多分強いと思うんですよね。でも、これからは、もともと興味あったファッションとか美容とかにも、そういうお仕事とかにも挑戦していきたいんですよね、ゆくゆくは。お疲れ様でした。お悩み相談をしていると思ってそうだよね。本番前に。言っちゃ悪いけど、そんなに可愛くない。